はい、皆さんこんにちは。はい、2019年9月3日に、新見市内では、夕方にかけて降った大雨で、大きな被害を受けました。で、今回は、どのような原因で、災害が起きたのかを、お伝えできればいいなと思います。よろしくお願いします。はい、ここもね、おそらく、大雨洪水の時に、川の、ね、水が増水して、このような、ね、形になったと思います。で、排水なんですけど、まだ、ね、こんな感じでまだ砂利が、ね、残っている状態です。はい、お寺さんの、ね、駐車場なんですけど、こういう感じで、泥が流れた跡があるんですけど、ここも地盤の高いところなんですけどね。この辺りの、ね、地域はかなりの、ね、急勾配な印象があります。で、おそらく水の方もかなりの速さで、下の方まで来たと思います。先ほどの場所から180号線を、ね、越えた場所です。おそらく山の、ね、水が180号線を越えて、こちらまで来たと思います。地域なんですけど、おそらくね、川の上流からの、ね、川の水が、かなり、ね、上の方が来たのと、山側からね、水が来たことによってこの地域が、結構被害が大きかったっていうことで調べてます。はい、こちらのエリアも、先ほどのエリアよりかなり、ね、地盤が低い感じなので、かなりの水が押し寄せた感じだと思います。はい、至
た感じ、山からの水が、来たのと、その川からの水も来て、かなりのね、浸水があったと思います。はい、こちらが、アパートなんですけど、かなりのね、泥が、蓄積されてます。はい、こちらが自転車なんですけど、すごい状態になってます。はい、こんな感じです。こちらがね、最も、被害の大きかった場所になります。新見駅の、真裏の、山側になります。はい、こちらも、その土石流がその先の、民家を飲み込んだようで、かなりのね、被害を受けています。はい、このような状態でね、民家が、かなりのダメージを受けている、状況です。これだけの、ね、被害を受けたのにもかかわらず、その、死亡者は、ね、いないということで、復興中の幸いなんですが、これだけ見る限りではかなりの、ね、勢いでその土石流が、来たと思われます。で、車の方も、このような感じで押し流されています。浸水というよりかは、土石流による被害が、この辺りでは、大きかったように思います。はい、その先に、いたところに、こちらがね、公園に、幼稚園になるんですよね。はい、まあ、その当時、夜だったんで、その園児はね、いなかったんですけど、もしこれがね、昼間だったら、想像ができないぐらい、すごい被害が出てたのではないかと思います。で、その先に行くんですが、その先は、高架橋になってます。下をくぐるトンネルのようになってるんですが、これもね、もう完全に、川になってます。進む場合は、長靴が必要かと思います。
こちらが、ですね、その電車の大運休させた、一つの原因となる、現場なんですが、こちらもその山からの土石流の影響で、線路内にその土砂が入り込んで、運休になったようですが、今現在はもう、片付けられて、運行は再開しているようです。はい、三見駅表側の、山周辺に移動しました。
はい、というわけで今回このような形でお伝えさせていただきました。ほとんどが、山崩れによる被害だったということです。今回ねこの映像を見て、大雨の際、洪水以外にもその土石流の危険性を、再認識してくいただければいいなと思います。それではスピチューブありがとうございました。それでは失礼します。